うん、英雄の帰還を迎える準備をしてるんだよ。なんてったって最も誇らしい瞬間だからね。カチーナちゃんきっとガチガチに固まっちゃうんじゃないかな。生まれて初めてこんな大勢の注目を浴びるだろうしね。だろうな。緊張しやすいタイプみたいだし。間に合ったか。時間もちょうど良さそうだ。おう、キーディチも来たのか。ああ、依頼の処理に思ったより時間がかかったが、なんとかな。それより流線の銃が大変なことになったと聞いた。お前ら怪我はなかったか。うん、幸い大事に至らずに済んだよ。この新しい友達ってほんと凄腕でね。カチーナちゃんがベタ褒めしてたのもうなずけるよ。おい、見ろ、もうすぐ始まるんじゃないか。そうみたいだね。まず弔辞が述べられてから、みんなで一緒に梵言の歌を読むことになるんだ。さ、よく見える場所を探すからついてきて。歌を読むときは私の後に続いて読めばいいからね。高いところにいればカチーナちゃんも私たちを見つけやすいでしょ。ナタの勇士たちよ、命の叫びを聞きたまえ。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。八神の国にカチーナと彼女の孤名が見当たらない。見つからないってどういうことだ。本来なら梵言の歌が読まれた後、エンジン様が復活した人を連れて炎の中から出てくるはずだ。だが、どういうことだ。こんなこと初めてだぞ。言うまでもない。つまり勝てなかったってことだろ。考えてみろ。これまで戦争で勝った人は誰もが梵言の歌によって再び命の火を灯らせた。なのにエンジン様は八神の国でカチーナを見つけられなかったんだ。ということは彼女たちの勝利に何か裏があったってことだろ。またお前らか。カチーナに負けたのがそんなに納得いかない。みっともない真似はよせ。根拠のない憶測はやめろ。私たちはアビスと戦う任務を確かに完遂した。完遂っつってもいろんなパターンがあるだろう。例えばあの嬢ちゃんがおじけづいちまって
何の役にも立たなかったとかな。とにかくチームは勝ってもあいつだけは大礼に認められなかったってことだ。ナタの英雄をそんな言葉で侮辱しないで。カチーナちゃんはハビスとの戦いで命を捧げて今も帰ってきてないんだよ。それなのになんでそんなひどい言われ方をしなきゃいけないわけ。落ち着け、ムアラニ。こんな奴と争っても何の意味もない。でも侮辱されたままなんて許せないよ。英雄の侮辱だと？ふん、あいつが英雄だったらの話だけどな。この場にいるみんなも考えてみろ。あの嬢ちゃんに問題があったのか、それともエンジン様とナタのルールに問題があるのか。確かに反魂の歌で復活できないってことは勝てなかったからと解釈するしかないな。もしかして大礼は勝利に対して独特の考えを持ってるとか。それにあの女の子なんだか弱々しい感じだったし。オイラはカチーナが戦いから逃げたなんて信じないぞ。そういうやつじゃないからな。そうだよ、あの子は絶対逃げたりしない。ずっと予従者の戦争に憧れてたんだから。たとえどんな困難にぶつかろうと、恐怖に打ちひしがれ足がすくむようなことがあろうと、あの子は誰よりも真っ先に立ち上がるはず。事情が明らかになるまでカチーナちゃんの悪口を言って憂さを晴らそうだなんて考えないで。まあいい、予従者の戦争で何が起きたか、名誉を傷つけたのは一体誰なのか、じきに明らかになるだろうよ。もういい、静かに。戦争を勝ち抜いた全ての者に疑惑の目を向けることは許されない。カチーナも我々が敬意を払い祝福すべき英雄だ。だが彼女が再び燃え盛らなかったのもまた事実。詳細は調べているが、まずはこたびの件私から詫びよう。他の被害者を出さぬよう調査が終わるまで非化生屋の巡礼をしばし中止とする。すべてを予見し一切の過ちを未然に防げる者はいない。私も同じだ。疑うことは真実を求めるための手段、決して他人を攻撃する武器にしてはならない。そんなつもりはありません、エンジン様。私はただなら直接私に問うといい。無論その返答を疑っても構わない。今この場ではっきりさせたいことはまだあるか。いえありません。疑念を抱いているというのに何も聞かないとは。君たちにとって真相などさほど重要ではなかったようだな。こいつら名誉を守るどころかエンジンに質問する勇気すらないんだな。エンジン様、質問よろしいでしょうか。私の友達はカチーナちゃんはどこにいるんでしょう。私にとってとても大切なことなんです。無礼を承知で申し上げますが、詳細は調べているだけではどうしても納得がいきません。現時点で把握していることは全て伝えた。もし一刻も早く真相を解き明かし救助したいのであれば、こたびの調査に加わることが最も有効な方法だ。どうだ、志願するか。はい、もちろんです。よろしい、では談議室に来てくれ。私たちも行こう。ああ、せっかくの機会だ。もし旅人も都合がつくなら談議室で少し話せるだろうか。調査に進展があれば各部族の長に伝えよう。皆安心してくれ。他に質問がなければ解散とする。こたびの再燃の儀式の至らぬ点においては改めて詫びよう。さっきオイラ
たちにも来てほしいって言ったよな。エンジン様がああ言ってくれたんだ。俺も状況を把握するため同行しよう。急を要する事態ゆえ、早速本題に入ろう。カチーナが我らナタの英雄であることは疑う余地がない。今回起きたことについては心より詫びよう。ヤガミの国で原因不明の騒動が起き、カチーナの行方が分からなくなった。私も彼女の居場所をつかめていない。原因を特定し、状況を打開しない限り、反魂の歌は本来の力を発揮できない状態が続く。つまりカチーナが戻ってこれなくなるってことか。ああ、ヤガミの国の問題が解決するまで彼女とはしばらく会えない。しばらくってどれぐらいですか。具体的なことは何とも言えない。カチーナちゃんはずっと余巡者の戦争に参加することを夢見てきました。ナタを守るための力になりたいって。あの子は絶対に犠牲になることを恐れません。カチーナちゃんはエンジン様が必ず自分の命を再び燃やしてくださると信じてるはずです。稽古に疲れて二人で一休みするとき、あの子はいつも反魂の歌のメロディーを口ずさんでいました。困難を乗り越えた後、ここに帰ってきてみんなと抱き合いながら興奮と喜びを分かち合うはずだったのに、あの子を応援してきた人たちは一体どんな気持ちで現状と向き合えばいいのですか。安心して彼女の帰りを待てばいいのですか。それとも涙を流しながら悲しめばいいのですか。私たちは彼女の友達、それとも殺した張本人ですか。言い過ぎだ、ムアラニ。構わぬ。君の怒りと悲しみは理解できるからな。私は決してカチーナの生死を軽んじているわけではない、ムアラニ。できれば私もいち早くカチーナを連れ戻し、君や彼女の安否を心配する人々を安心させたい。今直面している難題を詳しく説明しよう。もう少し耳を傾けてくれないか。先日流線の州が襲撃された件と照らし合わせて考えるに、おそらくアビスはナタのルールを乱す新たな方法を見つけたのだろう。ルールを乱す。周知の通り、成果はナタがアビスにこうするための根幹だ。もし引き続き非化成野の巡礼を開催し余巡者の戦争を行えば、新たな犠牲者が出るかもしれない。しかしこのまま取りやめれば成果の力が次第に弱まり、各地にアビスが溢れてしまう。そうなれば今後流線の州のような災難が幾度も起こるだろう。両者を比較すると後者の方がより危険ですね。悪い、こんな無情な話はしたくないが、マリポのキーニチとして代償を図るのは俺の責務だ。事実の残酷さを十分に理解してこそ、怒りに駆られず冷静に現実を見つめることができる。だがこたびの災難の当事者であるムアラニにとって、キーニチのようにどちらの苦しみがより重いかを判断するのは難しいだろう。はい、私には分かりませんし、分かりたくもありません。苦しみの重さを比べること自体被害者に対して失礼だと思います。なら私が帰化成野の巡礼を中止にしようがしまいが、君の苦しみは変わらない。そうだな。はい、カチーナちゃんのことは心配でなりませんが、だからといって他の人を犠牲にしたくはありません。問題の核心はそこだ。単純な比較や選択に頼っても
この問題は解決できない。私がどの選択をしようとそれぞれ犠牲者が出る。ただいずれにせよ、ナタ人は帰化聖夜の巡礼に疑惑の念を持つようになるだろう。そのような疑惑が浮かび上がれば、団結してアビスに立ち向かっていた人々の心は離れ、アビスの目論見は成就する。あの者らの最終的な狙いは、反魂の歌に関するルールを乱すことだけでなく、人々が持つルールへの信用を瓦解させること。故にカチーナのような二人目の犠牲者を出さず、かつ各部族の守衛の力を強化する策を講じたいと考えている。その上で成果を盛り返す方法を模索し、アビスを阻止する。無論これは容易ではない。少し時間が必要だ。ここまでの話で君の怒りは少し収まったかな。エンジンがここまで丁寧に説明してくれるなんて、もっとバチバチの展開になるかと思ったぜ。先ほどは感情的になってしまい申し訳ありませんでした。おっしゃる通り、まず問題を解決する方法を考えるべきですね。成果の力を維持することが問題なら、予順者の戦争だけを一時中止にするのはどうでしょうか。それも考えたが、長きにわたり両者は切っても切れない関係にある。予順者の戦争が中止となれば、帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた際の栄光も失われ、参加者が減るだろう。それに伴って各地区の炎の量が減っていく。これでは悪循環だ。カチーナちゃんはアビスに人質に取られたのでしょうか。他の国でも地脈という概念を聞いたことがあるだろう。ヤガミの国も似たような存在だ。短い間ならヤガミの国に滞在しても特に問題はないが、アビスの影響が加わるとなれば話は別だ。個の存在が飲み込まれる速度が上がり、最終的に無数の魂と一体化してしまう。一杯の水を川に注ぎ込み、そして再度すくい上げても元の水とは異なる。それと同じ理屈だ。これが彼女の直面している危険となる。今置かれている状況と予測される結果をごまかすつもりはない。先ほどエンジン様がおっしゃったように、両方の解決策を模索することは私も賛成です。カチーナちゃんを探すことは私に任せていただけないでしょうか。エンジン様は成果の問題の解決にお力を注いでください。アビスがカチーナにもたらした危険は君にも同様に起こりうる。二度と戻ってこられない可能性が高いが、それでも構わないのか。カチーナちゃんが助けを待ってる。私が気にしてるのはこれだけです。予順者の戦争で彼女を守れなかった私にも責任はあります。私にも行かせてください。オイラたちは了解した。では君たちの行動を全力でサポートしよう。名園の主は地脈から古名を抽出する技術を習得している。カチーナの古名が見つかれば、私は両者のつながりを利用し、ヤガミの国における彼女の位置を特定可能だ。そしてその次が最も困難なのだが、君たちにヤガミの国に向かってもらい、彼女を連れ戻してもらう。そこって魂の国なんだよな。オイラたちも行けるのか。通常ならそこに入れるのは私たちの意識のみだが、人をそのまま送る方法もある。だがヤガミの国による拒絶に加え、アビスの力による侵食にも耐えなければならない。私は構いません。私もです。アビスの力と戦うことにはとっくに慣れていますので。え、ビビってるのってオイラだけか。しょうがない。こいつが行くならオイラもついていくぞ。名園の主シトラリは以前、大霊と意思疎通を図るための道具スピリットストーンというものを作った。
本来は部族の長が儀式で使う道具なのだが、その原理からして孤名を探すのにも適している。数日前かがり木の民に届けたが、今回の件で役に立つとはな。いろいろと助けていただいてありがとうございます。ビビたる力だ、礼には及ばない。こたびの救援活動を動かしたのは私の援助ではなく、君たちの友情と勇気にある。むしろ助かったのは私の方だろう。君たちがいなければ一人窮地に陥っていた。君たちと初めて言葉を交わすというのに、図らずも重々しい場面になってしまったな。君の功績は耳にしていたよ。君がナタに足を踏み入れた時からずっと君に会い、最上級のおもてなしをしようと思っていたのだ。え、なんでだ？なんでだと？他の国でもそのような待遇を受けてきたのではないか？最初はそうでもなかったけど、ご飯、今じゃ、そう、最高レベルの待遇を受けてるな。何しろ君たちは運命をも凌駕するものだからな。機会があればまたゆっくり語らおう。君が思っているより私は多くのことを知っているかもしれないぞ。緊急事態でさえなければ今宵は杯を交わし、楽団のステージを見るのにぴったりだったんだがな。あ、そうだ、エンジン様、アテヤおばさんからこれを渡すようにと預かったんです。先日のアビスの襲撃でおばさん怪我を負ってしまって、この中には私の思いと意志が宿ることでしょうと、エンジン様に伝えればきっと分かってくれると。この日がこうも早く訪れるとは。彼女の命を象徴する炎がお守りの中に流れているのがはっきりと感じ取れる。だが流線の州の温泉で直接手渡ししてほしかったな。私は彼女の戦友なのだから。安心してくれ、これは私にとって大切なものだ。大事に預かると約束する。ことが一段落したら彼女に会いに行こう。非化聖夜の巡礼を中止にしたのは、各地区の炎の量とは関係がないんじゃないですか？ああ、そもそもとっくに足りていないからな。それも深刻なほどに。アビスの侵食が進行したことで炎元素力はひどく不足している。状況はもはや極めて悪い。非化聖夜の巡礼が何の役にも立たないなら、いっそのこと中止にし、各部族を守ることに戦力を集中させるべきだ。カチーナが八神の国に迷い込んだのもアビスの最悪の表彰に過ぎない。はあ、確かにこのことをみんなに知られてはいけませんね。ああ、じきにナタが滅びると民衆が知れば大きな混乱を起こしかねない。だが私が何も言わなければ対立は激化し、我らが英雄にあるまじき疑惑を向けられてしまう。また二択の問題ですね。後者が最適解であるのは明らかですが、あなたはそう判断しない。私はただ犠牲者が少ないからといってそれが正しいやり方であるとは思っていないだけだ。行こう、まだ対策は取れる。成果ならしばらく持つはずだ。もしかして。あ、ついてきてくれ。成果はアビスの恐れるものであり、ナタの安寧を維持する根幹だ。決して消えてはならない。我らが英雄の準備が整うまで私自身の力を持って灯し続けよう。しかしその方法で維持できる時間は限られているでしょう。残りの5名の継承者の方に力を注ぐべきだと思いますが。気をせいて本末転倒になってはならない。
大礼に選ばれし者はすでに運命に定められた冒険の道を歩み始めた。その結末を描くのは本人たちであり我々ではない。我々にできるのはその者たちを支援することのみだとしても、エンジン様自ら犠牲になるのは私の他に成果を維持できる者などいるか。この身は強大な力を持つが、それは決して好機を意味するわけではない。私は私の責務を果たしているまでだ。エンジン様、ファデュイです。さすがはナタの神、その名に恥じぬ手腕だ。地脈の秘密については存じている。とうに運命は破滅を示唆しているのだ。なのに500年前の約束は未だ果たされていない。お前が神の心を持っていたところで何の役に立つ。その口ぶり、女皇の命以外にも来た理由があるようだ。気球の時には誰かが救世の責務を果たさねばならない。お前の計画が滞っているなら、俺がナタのために新たなルールを作ろう。だが神聖の前には破滅が必要だ。長話をする気はないようだな。ああ、君や私のような人間は言葉より力だったな。永遠の主か。命令だ。隊長とその幇助者をすべて見つけよ。大丈夫ですか、エンジン様。手強い相手だ。さすがファトゥス第一位だけのことはあるな。エンジン様に匹敵する人間がこの世界にいるとは。
彼はスネージダイヤの助行のために来たんでしょうか。でもなぜ500年前のことを。確かに彼はナタについてどれくらい知っているのでしょう。ファトゥスたちは神の心に対して共通の認識を持っているものの、おのおのに目的がある。あの隊長も何らかの目的があるのだろう。とにかく相手が動き出した以上、当面の計画は一旦中止せざるを得ないでしょう。次にまたファデュイが襲ってきたら太刀打ちできるものはいません。もう時間がないのだ。先ほどの戦いで最後に与えた傷はしばらく彼の足を引っ張るだろう。それと彼を助けたあの力は名炎の主によるものだ。つまり内部に裏切り者がいるということですね。確かなことはまだ言えないが、もしそうだとしたら貴重な転機にもなりうる。最後の一撃を打ち込んだ瞬間、その体内に何か特別な存在を感じた。それを詳しく調べよう。キーニチ、名炎の主のところに行って彼を助けたのが誰なのか調べてくれ。シトラリを訪ねればいいだろう。彼女なら知っているはずだ。はい、すぐに向かいます。ただエンジン様のご決断は変わらないのでしょうか。ああ、案ずるな。この土地を守っているのは神だけではない。私たちが信じるべきは皆で共に見つけたナタの未来へと通じる唯一の道だ。エンジン様、大丈夫ですか？心配無用。ただ少し悔いているだけだ。まだ髪を燃やせるうちに写真でも撮っておくべきだったとな。もう手遅れだ。あの子たちの旅が順調であらんこと。競技場がすごいことになってるぞ。爆発でも起きたのか。どうやらエンジン様が手を下されたみたいだ。相手もかなりの強者だったと伺える。 どうすればいいんだ。今から戻るか。エンジン様を信じよう。正面対決であの方が負けるとは到底想像できない。うん、こっちの剣を片付けたらすぐに戻ろう。そうだな。じゃあ引き続き登るか。これ以上トラブルが起こらないといいんだけど。